はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、朝の東京やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。水曜日ということで、今週もね、ディスコードのお知らせ何がやってくるかなというところなんですけれども、楽しみにしたいなというのと、来週から DCS で金曜日始まっていきますので、予選、まあ軽いと思うんですけど、翼カップ方式じゃないよね、多分ね。最初は確か軽い、最初は翼カップ方式でしたっけ？忘れちゃった。ただ、なんかいろいろ変わるとは言って、出たのでどういう風に変わるかなんですけども、まずはそうすると、今週の金曜日から、DCS の1週間何がねあるかなというところでは、連盟対抗戦だけのまったりした感じなのか、何かしらまたイベント入ってくるのかというようなところですね。はい、あとは金曜日からもう早速ミニドリコレがあって、洗剤もう最近ミニドリコレミニフェスとかね、微妙な感じになっちゃいましたけど、洗剤ドリコレの洗剤、今月は、ガールパンと、誰だっけ、ブラジルとアルベルトですよね。なのでこの辺はねちょっと楽しみに、どちらも DMFDF のキャラクターなのですごい楽しみな方多いんじゃないかなと思います。はい、自分もね年末のなんだっけ、10連無料チケットでやっとのこと念願のアルベルト1年ぶりに取れたので、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。ガールパンはね何回のドリコレでひたすら出て結構持ってるんで、まあどちらかというと今の属性的にいくとガールパン技なので、まあ、使いやすい感じ。ただ基本的には、南米リンクのキャラクターになってるので、これが南米のキャラクター5人とかになっていくと、まあ、大変なのかなとちょっと思ってるんですが、改めて、どういうキャラクターか少しねちょっと見ていくのもいいかなと思います。まあ今週が金曜日じゃなくて来週の水曜日とかになっちゃうのかなと思うんですけど、はい、あ、まだここ整理してないです。アルゼンチンとブラジル、はい、でアルゼンチンガルパン来るんですけども、このキャラクター基本的には洗剤があればめちゃめちゃ強いキャラクターだと思います。こちらですね、ワールドユース、あ、これか、自分限定の方しか持ってない。すごい、限定の方しか持ってない、素晴らしい。はい、試合に出場している中南米選手が多いほどパラメーターがアップしますというキャラクターですね。こちら最大で 15%、 この辺は多分、人数が減らして5人とかになるのか、まあ、3人とかになってくれるとね非常にいいんですけれども、ハイパータックルのタックルついてるキャラクターになります。はい、タックル捨てが高いんですよね。タックルが9100、そしてスピードが5800というところで、タックル捨てが高いキャラクターというような形ですね。はい、で、もう一つ、アルベルトの方ですね。アルベルトの方を見ていきたいなと思います。アルベルトはこちらドリコレのこのアルベルトですね。はい、シャットアウトカットになってまして、自動パスカットが 80% というような形についています。はい、なんでね、基本的にはパスカットがこっちは強力なキャラクターになってるので、ガルパンとちょうど対になってるキャラクターかなと思いますので、どちらもねオフェンス値がそんなに高くなくて守備値が非常に高いキャラクターなので、まあ、非常に楽しみなキャラクターかなと思っております。はい、どうかなというところなんですけれども、うん、この辺がどういうふうに自動パスカットと、あと何がつけばねみんなやりやすいですかね。封印があるとねかなりみんないいかなと思うんですけど、どちらもまあ封印がついてガルパンは自動パスカットとかつくといいのかな結構贅沢ですね。はい、まあドリコレのそうですね、封印もタックル封印、最近限定封印の方がディフェンダー系はいいなっていう気がしますね。そんなことないですか？やっぱゴッツァーのいいところってもう限定封印っていうところがやっぱ非常にいいなと自分はちょっと思ってて、タックルならタックル、まあ、対応がねできたりもするかなと思うんですけど、限定封印することで、いける技が、なんか犬が吠えちゃったいける技が決まってくるので、まあその辺がね期待できるところではないかなと思っております。はい、さあ、あとはですね、全体的なところで大きなところは、なんだろう、まあ、今カップ戦と、まあ、連盟対抗戦というところで、まあ、連盟の、ね、新しく募集とかをしてる連盟さんはなるべくツイートをしてるようにしてますので、連盟対抗戦参加してみたい方とかで、ね、ちょっと探して見ている方とかは自分のツイッター、見ていただければそのまま追っていけるんではないかなと思います。はい、さあ、そんなところでちょっと短いんですけども、戦いに関してはそんな感じなのかなとちょっと思っておりまして、週末のお知らせなんですけども、週末なんですが、土曜日ですね、なんと當間さんの夢が叶うというか素晴らしい、麻雀のライブが行うことができそうで、うまくねポイント取ったんでアポイントを取れて、なんとなくまとまってきたんですけども、ですねうざく式って當間さんが麻雀でよく言ってると思うんですが、うざく式の著者の方がですねいよいよライブに登場してくれるということで、麻雀好きな方からすると非常に勉強になるんではないかなとちょっと思います。はい、なのでちょっと興味ある方はぜひお越しいただけると、當間さんでどんな感じで當間さんのうざく式と本物のうざくさん、うざくさんでいいのかなうざくさんがどういう風にねやっていくのかが見れるので、ちょっと楽しみかなと思っております。はい、さあ、あとはですね、そんなところでしょうか。あとパチンコのね意外と動画好評でありがとうございます。パチンコね普段やらない方もちょっと行ってみていただいたりとかして非常にね嬉しいなと思うんですけども、當間さんがなんかいろいろ試して裏ボタンをいっぱい見つけてきたりとか、攻略誌とか読んでいっぱい調べてきて、それで普段ね各編中若林くんがキーパーなんですけど、それを森崎に変えれるとかっていうね動画とかを出しているので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思っております。はい、そんな中ですね、今週水曜日ですね、どんなディスコードどんなお知らせ来るかなと思うんですが、楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。とりあえずバーッと集めて、はい、この辺のね周辺の栗で2、3分でこんくらいはすぐ集まるくらい今なってますね。今年は早いみたいなので、はい、なんかねまだ8月なんですけどガンガン栗が取れますね。まだセミ鳴いてますけどね。さあここからもうちょっと拾っていきたいなと思います。うん、落ちたばっかりの栗、今ドンドンって、これすげえ頭に当たった、超痛そう。まだ開いてないんですよ。ここからちょっと数日でパカッとなるんでしょうね。